ブリーダースドルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州のシュターデ軍に、属す、マチソンで、ザムトゲマインでホルネブルクを構成する、自治体の一つである。アウエ川ブリーダースドルフは、ホルネブルクから、下流では、リュウエ川と呼ばれる、アウエ川沿いの集落である。この川は、ハルゼフェルトから流れ、グリュウ年代比付近でエルベ川に注ぐ。川沿いの湿地は、 ブリーダースドルフの町魚協会、フォレレの土地であるが、ブリーダースドルフ住民や町外から訪れた人々が、好む保養地となっている。1990年代後半から上川沿いは、自然保護地域となった。水辺の牧草地は冬になると溢れ出した水が凍結し、理想的なスケート場となる。ブリーダースドルフは3つの集落からなる。クビウのブリーダースドルフのほか ポストモアとルーテンベックである。ただしあと2社には、わずかな住民が住むだけである。ポストモアは、ホルネブルクの一部であったこともあり、その帰属については議論の余地が残されている。ブリーダースドルフには、ブックステフで教会クライスに属す、プロテスタントルター派教会の組織がある。この組織は、ホルネブルクと共同の司祭区を形成している。町議会は11議席からなる。 ズンガラ、銀紙に三つの青い上向き三角図形。カタリーナ教会、カタリーナ教会、編集この教会は、貴族フォンブリーダースドルフ家出身の騎士ーバンフォン、ブリーダースドルフによって建造された。彼は、その後してディンガーの戦いに参加した。この教会は、付近の高地にある荒石で建設されている。壁には、白い漆喰が塗られている。重厚な壁や閉ざされたままの、 小さな窓を有する教会の建物は防衛機能を有する城としての用途も意図されていた。教会が存落の小高い場所にあることもこの仮説を支持している。1700年に入り口側に木組建築のブラウトハウスが増築された。教会内部は簡素さと芸術性等を同時に兼ね備えている。 アラセキ製の基部上に建てられた木針の塔には1444年生と1625年生の2つの金が備え付けられている。ブリーダースドルフのプロテスタントルター派の教会組織は、司教区に関してはホルネブルクのルター派組織と連帯している。これらの組織はブックステフで教会クライス及びシュターで教区に属す。ブリーダースドルフの教会では、 毎年第一アドベントに北ドイツ最小のアドベント市が開催されている。ここではもっぱら地元の生産品が販売される。このアドベント市は2006年に20周年を迎えた。収益は事前目的に使われている。新興住宅地、編集、ブリーダースドルフには近年2つの住宅地が作られた。ブフト地区とウンテラーダウディーカーベク地区がそれである。この住宅地は ほぼ完全に一戸建て住宅が建てられている。2005年の半ばに道路の拡張がなされた。この街にはブリーダースドルファースポーツフェライン 66EV がある。主要種目であるサッカーの他に体操、ジャズダンス、陸上競技や卓球などがある。2002年の会員数は700人であった。数年前、街の中心に新しいスポーツ施設、 スポルトプラッツドーレンブリックが設けられた。この他に公民館やホルネブルクの体育館で講習会が行われている。新しいスポーツ施設建設に伴い古いグラウンドの一部はスケート場建設に利用された。超魚クラブフォレレ EV ブ,ブリーダースドルフは1948年に設立された。約350人の会員が定期的に町内や周辺の水辺、 特に、アウエ川やリュウエ川で釣りを楽しんでいる。シュパーゲルホーフ、ブリーダースドルファーシュパーゲルは、この周辺の名物である。ブリーダースドルフ及びその周辺の畑で収穫されたアスパラガスは、木組建築のシュパーゲルホーフで売買される。町の東部にあるグルンドルデンドルフの石塚。ありがとうございます。